この水槽はエビ水槽ですが、熱帯魚も混泳しています。見た目よりもエビ飼育に適した環境整備ということで水草を放置していましたが、案の定伸び放題となって熱帯魚が泳ぐスペースがほぼ半減してしまいました。魚が泳ぐスペースが十分にない水槽っていうのも本末転倒ですが、この状態だとヒーターを設置する場所がないので早急に解決しなければならない状況です。しかも設置するのはヒーターなので、なるべく水槽の底面近くに配置する必要がありますので、まずはこの伸びきった水草を何とかしなければなりません。中途半端なトリミングじゃなくてですね、バリカンで刈るぐらいの剪定を必要としています。まずはですね、毎回同じようなシーンで申し訳ありませんが、水草を間引きます。これがあるとですね、トリミング作業ができないんです。ただこんな感じでスピーディーにやってしまうとですね、たまにエビがくっついてきちゃうことがあるんです。水草の根っこにエビがくっついてることがあるんです。こんな感じでエビがくっついていることがありますので、浮き草を取る際にはエビがくっついてきて浮き草と一緒に捨ててしまうことがないようにしなければならないわけです。とはいうものの、チエビなんかは見えないですからね。毎回何匹か捨ててしまっていると思います。一旦浮き草は全部どかしましたが、後で少し戻します。ここからはハサミを使ってトリミングするわけなんですけど、ここまで伸びてしまうと上品に上の方をトリミングするといったもんじゃなくてですね、無駄なくなるべく少ないカット数で効果的に短くしたいわけです。なので根元に近い部分を探ってなるべく長い状態で切っています。そうすることによって切った水草が千切りキャベツのように水槽内で産卵しないで済むってこともあります。まあ結局のところ後の方で産卵することになるんですけど、なるべく見えるところから順番に切っています。エビが水草にまとわりついていることがありますので、水草と一緒にエビを切ってしまったり、切った水草を出すときにエビがくっついてこないように気をつけなければならないわけです。ここからはまさに一般的な植木の剪定的なトリミングになるわけですけど、やはりしっかりとした作りのハサミを使うことによって作業が非常に楽になります。ハサミが S 字にカーブしているわけなんですけど、こういった作業に向いています。まあこういう作業をするために作られたんでしょうけど、どうやって作るんですかね。ハサミが曲がってるわけですよ。曲がってるというか曲線を描いてるんだけど、それでも切れるっていう。今切っている部分にヒーターを設置する予定なので念入りに切っています。ちなみに今更なんですけど、この水草ですが、ハイグロシードという種から育てる水草なんですね。それを水槽立ち上げ時にソイルに撒いたものが育ったわけです。一部は溶岩石に種を撒きましたが、そこから発芽して成長したのがこの右側の高くなった部分です。ハイグロシードはハイグロフィラっていうキツネの孫科の水草なんですけども、まあそういうふうに販売元のウェブサイトに書いてあったんですけど、種類がすごく多くてですね、何でもかんでもハイグロフィラって呼んでるようです。まあ正式な分類が進んでなかったり改良されたものも多いんじゃないでしょうか。とにかく強いんですね。 CO2 の添加なんて全然いらないですし、発芽して育ってしまえば照明もいらないと思います。そういう水草です。このハイグロシードの発芽方法や育て方については過去にアップした動画の中でいくつか取り上げてますので、そちらを見ていただければよくわかると思います。よくわかっていただけるように一生懸命作っています。トリミングも随分進みまして、今右側の方に映ってるわけですけど、やはり光が当たるところの成長が非常に早いわけで、右側の方には大きな流木があったので、そのために左側と比べてあまり成長してなかったわけですね。光がダイレクトに当たって、なおかつ光から近いところがよく成長するわけです。そろそろトリミング作業を完了します。魚が完全に怖がっちゃいましたね。
トリミング作業で出た水草を水槽の水ごとすくい出して網に入れています。この作業の時にもエビが混入することが多いですが、混入させないように努力するしかないですね。ヒーターを入れる部分の水槽面の苔を取っています。キスゴムで設置するので水槽面に苔がついているとうまくつかないわけですね。ついても後で取れてしまうこともあります。今回使用するヒーターですが、80ワットで水槽内の温度を26度に自動保温するというものです。ろ過された水が上からヒーターに向かって落ちてくるわけですけども、ヒーターからは温まった水が上に上がるわけです。水流がぶつかることによって温水が拡散されるようになっています。次に水替え作業を行います。水草をトリミングする前の状態は水の流れがなかったところもたくさんあったのではないかと思っています。特に水草の根元の辺には古い水が溜まってしまって、硝酸などもそこにかなり残ってしまうんじゃないかと思っています。というわけで水草にホースを突っ込んで水を汲み出しているわけです。硝酸と比べて硝酸は熱帯魚にそんなに影響を与えないと思っていますけど、エビには問題のようなので気をつけるようにしています。新しい水を水槽の上から重力で落としています。最近寒くなってきてますので、汲み置きの水と水槽の水の温度は全然違うなんてこともあるでしょうから、チューブを使ってゆっくりと水を下ろしていきます。ちょっと水入れすぎですね。浮き草を少し戻します。これで大体の作業は完了です。念のため水質の状態を確認します。一番上は硝酸、その次が亜硝酸になりますが、硝酸の値がまだ高いようなので、近いうちにまた水替えをしないといけません。冷却ファンが作動しました。ヒーターが機能してるっていうことでしょうか。設定は26度よりちょっと上です。なんてこと言ってますが、もう夏終わりましたんで時間がある時に外します。そんなことより水槽内の温度を測ってみたいと思います。はい、ほぼ26度ですね。室内でもそうですが、水槽内でも場所によって温度は違います。先ほどの冷却ファンが作動したのはヒーターと冷却ファンのセンサーが近かったからですね。ウルトラのエビ、順調に成長しています。これはちょっと偽ウルトラマンみたいですね。いろいろなものがいます。カッパエビセンのパッケージのエビみたいなやつもいますね。何なんですかねこれ。誰か食べろ、誰か食べろ。もう食べた。ナイス、ファイヤーテトラ最高です。しかしさっきのは何だったんでしょうか。